ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでやっていきますか。今のお願いはこんな感じです。さあ、ってことで杖にやっていく難しさ4、ダッシュでオンオフスイッチ。でも多分この辺とかはあれだよね、多分ダッシュでやけんスピード感が大事ってことよね。駆け抜けろ、 Y をしながらダッシュをかませ、切り替えろ、狙いを定めてオンとオフ、高速を超えろ、全力前進、輝く未来へ突撃ゴー。駆け出しミュージシャン、頑張ってこ。ではお気をつけて。多分コース自体は簡単な作りになってて、スピードだけがなんか大事な気がする、なんとなく。ほらね、ね、タイムが、ちょっと待って、私多分こういうところでこういうことをしよる時点でダメなんやろね。キャー、ゴールはどこですか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、落ちる。はい、ゴールはどこですか。ちょっと待って、はい、あー、落ちた。あと2秒しかない。もうあっこの坂越えたらゴールじゃない多分。ダッシュでオンオフスイッチ。よし、頑張ろう。はい。はい。ほら、多分ここね、敵とかもおらんねやと思うよね。きっと。キャー、ちょ、上がらせてください。は。は。多分。なるべくこう、止まらんぐらいの感じで、行った方が。あ、まだやったゴール。マジか。そういう感じ。あ、時間。どこ？ゴールどこ？ダッシュでオンオフスイッチ。おーいえ。おー、びっくりした。自分で行きます。多分これ一回でも止まったらクリアできんとかそういう感じじゃない？あの、星の数的に違うかな？てかもう一回でも止まったらって言った時にすでに止まったんやけどさ。あ。あ。あ、はーい。じゃあ、何をやってるんだ。あと8秒。ダッシュでオンオフスイッチ。行くぜ行くぜ。ほ、すべて一発で決めていくぐらいの気持ちで行こう。ほ、気持ちだけじゃダメかもしれんけど。はい。やばー、今はちょっと、いけんかと思った一瞬。あー！早く。ちょ、待って。あ、あれゴールかと思ったけど全然違う。ちょ、待って。あー、怖い。ちょ、待って。あー、ちょ、待って。あー、進めないし時間もないやん。はぁ。キャー！届いてない。あ！はい。あー、ダメだな。いつもそこで落ちるな。は、あー、届いてない。ちょっと引き返そうとしてしまった。ダッシュでオンオフスイッチ。とりあえず2つ目のベルトコンベアまで行けるように頑張ろう。ちょっとずつ目標を伸ばしていくスタイル。は、一気にゴールって決めたらなんかちょっと逆にいけないような感じがしてきた。はい。キャッ、テイテイ、ハッテイ。おっと、まだある。まだあるよ、やばくない？ゴーゴーゴー。キャッ、よいしょ。二つ目のスイッチのところは、自分が思ってるよりも、早めに。よいしょ。お、今回ちょっといい感じな気が、するんですけど、どうでしょう。え？なんで止まった？お！これは？もうちょっと、もしかして、なんか花火上がり出した。もうちょっとや、きっと。ちょっとゾワゾワっとした。ダッシュでオンオフスイッチ。いや、でもいい感じのスピード感でいったと思うんやけど。
どうよ。あの辺はやっぱり多少慎重に行くべきところですね。はい。だれそこで一旦引っかかるのがちょっと痛い。はい。これで。あーっと、ちょ、まだあるの？あのベルトコンベアの先かな。ダッシュでオンオフスイッチ。ゴー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 。手前の方を押した方が良かったりとかするんかな。なんか壁にぶつかってちょっとスピードが半減しよるような気がしなくもないよね。ちょっとわからんけど。どうかは。はい。おっと。お、そのまま行け。あー、お願い、そのまま行って。あー、落ちた。1秒待って、まだやん、ゴール。マジで？あ、ここにもスイッチあるよ。はぁ、やっぱり10秒ぐらい欲しい。細い道に入るときに。せめて坂道を上がったところで15秒は欲しい。なと思うんやけど。ただね、そこからただ下に降りるっていうだけで、めっちゃ、2、3秒ぐらいロスっとる気がするんよね。ほら、絶対これ2、3秒ぐらい使いよりやん。きついよねー。どうよ、これ。あは、ダメや。ごめんね、なんかみんなの影とか出てきよんや。ミス。チャレンジします。ダッシュでオンオフスイッチ。ゴーゴー。へいへい。これは、どうや。はい。お。慎重に。ここ慎重に。行こう。やった、いけた。ほら、ゼロやったよね、今多分。どうなんやろ。イェーイ。もうちょっと感動表してくれていいよ。あー、やっと。やっとよ。あんだけ苦労して300枚やって。もう1000枚ぐらいくれてもいいと思うよ。ほら、ここももう3段階ぐらい一気に行っていいと思うよ。ふぅ。今のお願いこんな感じです。いや、一つ最初の方の、なんか簡単なのが結構増えとったけん。それ行こう。潜入、クリボーのお家。楽しそうやん。クリボーがいっぱいいるお家を作ったよ。透明度感を通ってくるクリボーって可愛いよね。誰かゴールするところを見せてくれ。お礼は弾むぞ。クリボー大好きおじさん。それではお願いします。一番最初の人がクリボー大好きおじさんやったかな。潜入クリボーのお家。行こう行こう。気楽に行こう。あれは、あれは、なんと言えばいいんだろう。あー、ちょっと待って。あれなんやね。その、鍵がある。土管の中を、土管の中では鉢合わせても平気なん。初めて知ったんやけど。めっちゃ初めて知ったんやけど。なるほどね。土管の中は平気なのか。土管から出てきた時に鉢合わせるのはダメなんやね。なるほど。そういうわけだ。無理。ほら。っていうことやけん。キャーあ、え？ 5 つ必要なん鍵？マジで？狭いスペースとかやったら、もうね、踏みつぶすっていうことが、できんけんね。避けていくしかない。よし、通り過ぎろ。オッケー。そして。お、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。んで？どこに行けばよろしいのかしら。
あ、あっこに鍵があって、あとはこれ抜けたらどこを通ればどこにたどり着くのか。あ、これは扉のところや。なるほど、これが扉のところに続いとって、ことはちょっとこっちから戻ろう。じゃあ次はこっちから、はい、上に行かねば。あ、ちょっと待って、分裂した、分裂した。キノコが欲しいな。じゃあこっちの方来てくれる、踏み潰すから。はい、オッケー。はい、オッケー。で、あとはなんだ、どこに行けばいいんだ。あ、あっこに飛び移ればいいのか。なるほど、よいしょ。あと鍵2つ。あ、あっこにあるね、1個。ということはここからも行ける。うわ、出てきた。ちょ待って、めっちゃ出てくるやん。いやー、いやー、待って、超増えるんですけど。あ、もしかしてここってスタート地点のところ。ほら、10コイン取れた、やった。そういう感じなんやね。で、あとはあそこ。え、あそこはどうやって行くんだ。え、行けんくない。何やる、どうやって行くの、どういう仕組み。ええ、どうやって行くの、あれ行けんくない。え、行ける場所ないやん。え、どうやって行くの、あれ。え、なに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 。下から上がれるとかそういうこと？なんかこの辺から。これはどこに続くやつ？入り口やった。入り口やった、全然。え？なんか全然。あ、抜けれる、そこ。そういう感じか。ミス。多分扉開けたらもうゴールなんじゃないかと思うけん。あと頑張ろう。チャレンジします。潜入クリボーのお家。なんか思ったよりも苦戦しとって、ちょっと自分でびっくりやけど。びっくりやけど、あ、とりあえずここと、ここか先に。よいしょ、オッケー。こういう感じで、で向こう側にも一個あったよね。よいしょ。あ、なるほどね、下から抜けれるんやね、ここ。そういうことか。それでみんなそこの土管からやってきてるわけだ。なんかあの上も行けそうやけど、行けるんかな。はい、10コイン。さあ、これであと3つよ。とりあえず、あの、取らせてください。はい、そして、じゃあ次、この先のね、はい、この先の鍵を取りまして、 OK。 で、次この上、この上あったっけ。あ、あったわ。はい、で、あと1個。 OKOK。 あと1個はあっち側か。こっちに抜けて、よいしょ。で、ここに上がって、よいしょ。はい、これで鍵全部揃ったよ。助けてー。助けてー。で、あとは向こう側から鍵を開けに行けば、きっともうゴールなはず。土管の中におっても反応するんやね。お、ほらほら、いい感じに、ゴールー、一番上で。やったね。イェイ。なんかめっちゃミニミニやね、マリオ。ふぅ。これで、あと1段階かな。
いいねいいね。さあ次は、今のお願いはこんな感じです。タワーテレサのお化け屋敷。へい、この度新しいお化け屋敷を作ったんだぜ。誰かちゃんとゴールできるか試してくれねえかな。ゴールできたら礼は出すぜ。ゴールできたらな。クククアトラクション好き青年。タワーテレサのお化け屋敷、それでは行ってらっしゃい。タワーテレサってなんだ。タワーテレサのお化け屋敷、このタイプか。ああ、ああいう風に連なっとるテレサってこと。近づかないで。あ、待ってこれやばい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 普通に一気にキノコが無駄になってしまった。いいよ、よいしょー。これはですよね、そういう感じよね。あ、でも上下に行ったり来たりするんか。タワーテレサのお化け屋敷。ゴー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 、テレレーン。はっ、そして君らをちょっとうまい具合に。あ、落ちるやん。上下に行き来するわけではない。はい、こう飛び越えれるようにね、飛び越えれるだけの高さになっていただきたいよね。テレサ、君たちマジですげえ邪魔なんだって。だから、おお、いけた。え、中間、マジで中間とかなの。あ、なるほどね。どこまである、これ。あ、もうこっからはない。邪魔なんだけど。ちょ、隠しブロック超邪魔なんだけど。ちょ、待って、テレサ邪魔だよ。テレサマジで、その辺行ったり来たりしないで。タワーテレサのお化け屋敷、やばい、せっかく中間なのにさ、全然ダメなんだけど。一歩下がっては、こっから多分いける。ここもあるのか。はいはい、ここから大丈夫。もうゴールじゃない、どうよ。全然ゴールじゃない、待って、そんな、来ないでください。無理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 こっちがゴールだったりはしませんよね。ですよね。じゃあの、はい。え、なんかさ、ジャンプできなくない？じゃあ大丈夫？結構きついんですけど、このジャンプのやつ。あー、キノコください。ちょ、待って、はい。あー、きつかった今の。ちょっと、なに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 、怖いんだけど。なにそれゴール、ゴール、やだー。無理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 。あっ、ちょっと待って、もう多分今のゴールの扉じゃない。来ないでね。でも君たち羽根つきはね、あの、結構ね、お、いける、ゴールでしょね。え、ゴールだよね。ゴールって言って、何ここ、え、何、ゴールじゃないの。ゴールでしょ、何それ。あー、やったー、ゴール。ふー、なんとか。いや、あんなに苦労すると思わなかったわ
テレサって超邪魔やね。お、これで本館3階ができた。本館3階完成。あとは屋根だけ？あ、でもまだ83なんか。完成しました。本館3階ができました。うんうん、今回も最高。いや、最高を超えちゃったかも。そういえば赤キノピオがいないですね。トイレにでも行ってるんでしょうか。何？なんかピンチですか？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。だってなんか、ね、受付キノピオがなんか超怯えてるんだけど何かあったの？襲われたの？